こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は1992年2月20日に、福岡県飯塚市で二人の女児が行方不明になり、翌日21日に同県天城市の八丁峠で死体となって発見された、飯塚事件について解説していくぜ。子供が行方不明になるなんて、自分が親の立場なら見つかるまで生きた心地がしないよね。特に、小学生で行方不明って女児の場合が多い気がする。そうだな。山梨県のキャンプ場で小一女児が行方不明になった事件は記憶に新しいと思う。今回の飯塚事件とは福岡県飯塚市で小学1年生の女子2人が誘拐殺害された。無職の熊道俊は DNA がほぼ一致するという理由で逮捕され、死刑判決が出され、異例の速さであるほんの2年ほどで執行された。しかしこの事件は DNA 鑑定に疑問があり、冤罪の可能性が高いとされている事件だ。再審請求をしている間に、死刑が執行されている。どうしてそんなに早く死刑が執行されたの？それは当時の政権の問題によるところがあるらしい。自ら半年以内に執行してくれと望んだ大量殺人犯である宅間守は、2004年9月14日に判決後11ヶ月と早い執行となったが、2005年から2007年の間に死刑判決が出た死刑囚は2年ほどで執行されている。熊道俊が死刑執行された2008年は、2000年代の中でも最高の15人が執行されている。これは、オウム真理教事件で逮捕された松本千鶴たちを含む、死刑囚の死刑が執行された2018年と同じ人数だ。2008年はたくさんの死刑が執行されたんだね。そんな飯塚事件の犯人として逮捕され、死刑も執行されてしまった熊道俊が、実は冤罪なのではないか？ということらしい。今回はそういう話になるんだね。それではゆっくりしていってね。1992年2月20日の朝、福岡県飯塚市内に住む当時7歳の2名の小学1年生の女児が、登校中に一緒に行方不明になった。翌21日午後0時10分頃、福岡県天城市の国道を走行していた男性が、商用を足すために外に出た際、ガードを越えた崖下に人が倒れているのを見つけ、警察に通報。警察が駆けつけて現場を検証したところ、2名の女児の死体が発見される。同日午後9時頃、天城署にて2名の女児の両親が死体を確認し、署長が殺人事件の可能性を発表した。翌22日には死体発見現場から約2キロ離れた場所で、2名の女児の遺留品が発見されている。2名の女児の遺留品が発見された現場付近では、不審な車を見かけたという証人が現れ、その目撃証言に基づいて割り出された福岡県内にある車両は127台あった。その車両のうち、さらに割り出された特徴が酷似する車の所有者が熊道俊だった。事件発生から5日後となる2月25日、警察は熊道俊の自宅を訪れ、事件発生当時のアリバイなどの事情聴取をしている。さらに3月20日、熊道俊は重要参考人として取り調べを受け、毛髪と指紋の任意提出や、ポリグラフ検査などが実施された。この時、殺害された女子2名に付着していた犯人のものと思われる DNA と、熊道俊の DNA 型が一致したが、この時はまだ逮捕はされていない。DNA 型が一致していても証拠が不十分だったのかな？その後の捜査の結果、2名の女児の衣服についていた繊維片が、熊道俊が所有する車のシートのものと一致したとして、熊道俊を死体遺棄容疑で逮捕。さらに10月14日には、殺人などの容疑で熊道俊は再逮捕される。この同日、福岡地検は死体遺棄で熊道俊を起訴しており、11月5日には殺人略取誘拐でも追起訴している。飯塚事件の犯人として死刑が執行された熊道俊について、詳細なプロフィールや生い立ちは現在までに明かされていない。ネット上では、熊道俊の生年月日は1940年1月9日だとする説もあるが、これを裏付ける記事は見当たらず、信用に足る情報だとは見られていない。ただ、熊道俊が2008年に残した手記の中に、今年の1月9日で70歳になったという記述があったため、この情報から本当の生年月日は1938年1月9日だと言われている。私は無実の罪で捕らわれてから、拘置所に14年収監されている。今年の1月9日で70歳になった。本件は冤罪事件だけに、重大な人権侵害である。飯塚事件発生当時、熊道俊は女児2名の殺害現場の近くにある町で、妻と小学生の息子の3人で生活していた。もともとは公務員として働いていたと言われているが、事件発生当時は熊道俊は52歳であり、妻の給料と自分の年金で生活していたと見られている。熊道俊は昭和の男性には珍しく、非常に豆な性格で、現在でいうところの主婦だったようだ。
平日は毎日妻を車で送り迎えし、家族のために動く、思いやりのある性格だったと妻が証言している。とても家族思いな人に感じるね。2015年1月に、熊道俊の妻が、再審弁護団による福岡市内の集会で出した声明文の中でも、熊道俊が良き夫だったことが綴られている。私たち家族の幸せは、日々の中にあり、夫の優しさ、思いやりは、生活の中に満ち溢れていました。子供の成長に合わせて、軽自動車のワンボックスから普通車のワンボックスに変えて、運転席に3人で座って出かけるのが楽しみでした。私が一度は行ってみたいと思っていた富士山にも連れて行ってくれました。富士山に向かって走る高速道路でトンネルを抜けると、目の前に現れる富士山は美しくて素晴らしいものでした。深く心に残っています。奥さんも熊道俊のことを大切に思っていたのが伝わってくるね。熊道俊の妻は、夫は正義感の強い人間だと主張している。熊道俊は夫としての務めをしっかりと果たしていた。善良な常識人だったことがわかると思う。家庭内で良き夫だった熊道俊は、家庭の外でも評判が良く、町内会長を務めていたと言われている。熊道俊の妻はさらに、夫にとってこの上ない屈辱だったのは、幼い二人のお子さんの命を奪ったと言われたことだと思います。もし、その現場に遭遇していたら、夫は自分の体を張って子供たちを守っていたと思います。夫はそういう人ですとも証言している。逆に言えば、当時なら町内会長だからこそ、町内にどんな人が暮らしているのかってことは分かったっていうことにもなるね。そうだな。こうした熊道俊を褒める証言は妻からのものであるため、当初は身内びいきだと見られていた。しかし、熊道俊は警察の捜査にとても協力的だったそうで、町内会長として、容疑者がいる可能性が高い明星寺団地の、住人全員の毛髪を提出する提案を警察にしたと言われている。熊道俊は正義感の強い人物で、自身の思いをはっきりと伝えて行動に移すタイプだったようだ。そして、逮捕前から一貫して無罪を主張していたんだ。捜査には協力的だったけど、自分はやってないからって無罪を主張していたんだね。熊道俊が犯人だという証拠として検察側が主張したものが3つある。その1つ目が車の特徴が一致していたこと。熊道俊の車が目撃証言に最も一致していた。2名の女児が犯人に誘拐された場所や時間には、の人気車種だった後輪ダブルタイヤのワンボックスで、窓に色付きフィルムを貼った車が目撃されている。この特徴を持つ車は、2名の女児の遺留品発見現場付近でも見かけられており、偶然とは考えにくいこの共通点から、真犯人の車だと有力視されていた。車の所有者は10人に絞られたが、そのうち9人は色付きフィルムを貼っていなかったのに対し、熊道俊だけが貼っていて、完全に特徴が一致したことで犯人と確定される。二つ目は熊道俊の車の繊維片と、被害者衣服に付着していた繊維片が一致していたこと。2名の女児の洋服から採取された繊維片と、熊道俊が所有していた車の後部座席シートの繊維片が一致している。つまり、女児らが熊道俊の車に乗った証拠だとして、熊道俊は犯人として濃厚だと認められた。そして熊道俊の車の後部座席から血痕人尿痕が見つかる。2名の女児の死体は出血や失禁をした状態で見つかった。実は、熊道俊の車の後部座席からは、血痕や人尿痕が確認されていた。これらについて熊道俊は検察側が納得できる説明ができなかったため、犯人として濃厚だとされることになる。熊道俊の妻は当初、長男も含めて車内で出血や失禁をしたことはないと証言している。しかし、それから2年以上が経過した後半で、この証言が間違っていたかのような供述を妻がしたため、結果として、妻の証言の信用性が疑われ、熊道俊はより不利になった。それって奥さんは何かの罪に問われることはないの？偽証罪に問われてしまうこともあるようだ。最後が熊道俊の血液型が被害者の血痕と一致していたこと。2名の女児は犯人から強姦されていた。そして、局部周辺や内部に付着していた血痕と、熊道俊の血液型や DNA 型が合致したことから、犯人である可能性が濃厚とされた。この鑑定は、福岡県警察科学捜査研究所、警察庁科学警察研究所の2カ所で行われたが、血液では約266人に1人の割合で一致することが分かっている。このことから、積極的な証拠にはなり得ないという判断がされた。2名の女児の局部周辺から犯人と思われる血痕が検出されたが、女児の下着には血液が付着していなかった。
そのため、犯人は手指からではなく、局部から出血していたと見られている。当時、熊道都市は気頭胞肥炎で泌尿器科に通っていたようで、捜査段階での担当医師の証言によれば、摩擦などで容易に局部から出血する可能性が高い状態だったそうだ。熊道都市は状態的に、局部の胞肥が容易に破けて出血し、下着に付着することから痛くて歩くことも困難だったんだとか。そのため、セックスにも興味がなかったと熊道都市は供述。しかし、検察側が犯人の血痕を発見したことを提示した公判で、熊道都市は供述を覆し、疾患は完治していたと変更したことから、供述は信用できないと判断されている。また、行きつけの薬局の店員が、強力な皮膚の薬である、フルコート F を定期的に購入していく客として、熊道都市のことを覚えていたと証言。ただし、熊道都市の妻は、局でフルコート F を購入した事実はないと主張した。この情報だけだと、冤罪なのか疑わしくなってくるような気がするね。熊道都市は、福岡県飯塚市7歳女児行方不明事件が、前科だったのでは?ということも言われている。飯塚事件の約4年前である1988年12月4日、飯塚事件の被害者女児らと同じ小学校に通っていた当時7歳の、1年生の女児が行方不明になる事件があった。1年生の女児は、熊道都市の息子と遊ぶために、熊道都市の自宅を訪れた後、行方がわからなくなっている。え?そんなこともあったの?熊道都市はこの女児にチョコレートをあげていることがわかっており、最後の目撃者だったそうだ。ただ事件発生当時は犯人につながる物証が上がらず、未解決事件となってしまった。しかし1994年、飯塚事件後に再捜査したところ、熊道都市や女児が住んでいた団地近くの雑木林に、女児が着ていたと思われるジャンパーとトレーナーが見つかる。この衣類を熊道都市に見せたところ、動揺した様子で、骨も一緒に見つかったのかと捜査員に尋ねたようだが、事件に関して熊道都市は一貫して無関係を主張していた。その後この事件は進展せず、1995年2月18日に捜査は打ち切られて、迷宮入りになってしまう。それは熊道都市が本当に怪しい事件じゃないの?ただ、憶測では犯人にできなかったようだし、飯塚事件も熊道都市が逮捕され、死刑判決を受けた2年後に死刑執行されているが、冤罪である可能性も残されている。熊道都市に不利な証拠が多く残る飯塚事件だが、実は冤罪の可能性があるとも言われている。ここでは、冤罪の可能性について見ていこう。はい。まずは、目撃証言の信憑性が低い点が挙げられる。熊道都市に嫌疑がかけられるきっかけとなったのは、被害者の女児らの遺留品が発見された山間部の付近に、熊道都市の車と酷似した車が停車していたという目撃証言だった。しかし、熊道都市の弁護団が再審請求後に捜査記録を再検証したところ、当時の捜査本部の警察官が熊道都市の車の特徴を覚えた上で、証人を誘導した疑いが浮上。なるほど。警察も熊道都市を犯人として話をまとめるために、証人に証言させた可能性があるんだね。飯塚事件で用いられた DNA 鑑定は、同じ冤罪事件として有名な、1990年の足利事件と同じ MCT118 鑑定で行われた。この二つの事件は同時期に鑑定が行われている。つまり、家系圏のメンバーはほとんど同じであり、技術的な違いはなかったと思われる。ただ、足利事件は冤罪が確定した一方、飯塚事件では、熊道都市の死刑が確定してしまうという、全く別の結末を迎えた。飯塚事件の MCT118 鑑定は、足利事件以上に不出来であり、1、メモリとなる123ラダーマーカーに重大な欠陥がある。2、電気映像像のバンドの幅が広すぎ、形が悪すぎて、型判定ができない。3、現場で採取した資料と被告人から採取した資料を同時に電気映像していない。など、数々の問題点があった。この2つの事件の命運が分かれた理由は、足利事件では真犯人につながる資料がしっかりと保管されていたからだった。そのため、2009年に足利事件は再鑑定が行われ、再審で無罪が証明された。一方で飯塚事件においては、最初の捜査段階で資料を使い切っており、再鑑定ができない状態にあったそうだ。つまり、約30年前の DNA 型鑑定に問題があると分かったにもかかわらず、再鑑定ができないことを理由に、警察がゴリ押しで再審を認めない方向で動いていた可能性が指摘されている。また弁護団は、検察側が当時の捜査資料をしっかり保管し再鑑定していれば、熊道都市が犯人ではなかったことがはっきりした可能性が高いと述べている。なるほどなるほど。
この事件での MCT-118 鑑定がずさんだったってことなんだね。ちなみに、足利事件とは、1990年5月12日、栃木県足利市にあるパチンコ店の駐車場から女児が行方不明になり、翌13日朝、近くの渡良瀬川の河川敷で、女児の死体が発見された、殺人、死体遺棄事件。事件翌年の1991年、事件と無関係だった菅谷俊和さんが、被疑者として逮捕被告人として起訴。菅谷俊和は、刑事裁判で有罪が確定し、服役していたが、遺留物の DNA 型が、2009年5月の再鑑定の結果、彼のものと一致しないことが判明し、彼は無実の冤罪被害者だったことが明らかとなった。服役中だった菅谷俊和は直ちに釈放され、その後の再審で無罪が確定した。この事件は真犯人が検挙されず、公訴時効が完成した未解決事件でもある。熊道俊の奥さんは足利事件のような結末を望んでいたのだろうけど、その時は死刑執行のペースが早かったっていうことを考えると、足利事件の犯人として逮捕された菅谷俊和さんは死刑判決じゃなく、無期懲役刑だったのが、唯一の分かれ道になったって感じかな？そうかもしれないな。だけど執行してしまった刑をもう戻すことはできない。それでも熊道俊の妻は今でも夫の無念を晴らすために、再審を望んでいるようだ。限りなく真犯人だと思われるような証拠や類似事件がありながら、最後まで一貫して無罪を主張していた熊道俊は、死刑判決を受けてからも再審請求の準備を進めていた。熊道俊の弁護を担当した弁護士によれば、死刑確定後も慌てた様子は見せていなかったそうで、最後に面会した時には次のように語ったと言われている。最後の面会で、熊本死刑囚は、冤罪を扱う雑誌の情報を元に作ったリストを示しながら、私より前に確定した死刑囚がこれだけいます。急がなくて大丈夫ですよと話したという。熊道俊のこの言葉から、先に死刑宣告を受けた他の死刑囚の方が先に刑が執行されると考えていたため、比較的心のゆとりを持っていたと思われる。しかしその期待を裏切るように、再審請求が通る前に、異例の速さで熊道俊の死刑が執行された。執行の日時は突然決まったって感じかな？実は死刑執行は判決確定後6ヶ月以内に、法務大臣が命令するものと定められている。ただ、執行時期については、再審請求や法務大臣の判断などによって、6ヶ月を超えてから執行されるというケースもあるようだ。死刑囚はいつ死刑執行されるか当日になるまでわからないようになっている。前日に告知していたこともあったようだが、過去に告知を受けた死刑囚が自殺するという事件が発生したことがあったため、運用を変えたという話もある。死刑囚の精神安定のためにも、現在は行われていないようだ。ゆっくり再審請求をしていけばいいと思ってたら、急に執行されたってことなんだね。熊道俊の死刑執行から約1年後となる2009年10月、妻は夫の無念を晴らすために再審請求をすることに、1995年の初公判からおよそ11年にかけて戦い続けてきた妻は、再審請求の趣旨について以下の3つを挙げている。弁護団の再審請求の趣旨及び理由は、次の3点である。本田克也筑波大学教授の鑑定書などから、家計犬が実施した血液型鑑定及び、DNA 型鑑定の各証拠能力ないし信用性が否定されること。足利事件の再審判決などから、家計犬の DNA 型鑑定の証拠能力が否定されること。厳島教授による、第一次実験について確定控訴審から指摘された諸々の問題点を是正し、D が不審者用を目撃した条件にできるだけ近づける形で成した。新たな実験に基づく鑑定書などから、自動車の目撃証言のうち T の目撃供述の信用性が否定されること。しかし、福岡地方裁判所はこの再審請求を2014年に退けた。再審請求を認めなかった理由として、すでに熊道俊を死刑にしてしまっているため、仮に再審請求を認めると、死刑制度のあり方を根幹から揺るがすものになるためだとされている。妻は即時抗告しているが、最高裁も翌年の4月に退けた。そうだよね。過去の間違いを正しながら現在や未来が良くなっていくとしても、刑事司法の見直しに関わる部分に、手を加えようって人はなかなかいないだろうしね。そうだな。それでも死刑が執行された熊道俊の遺族が、新たな目撃証言を証拠に、2021年7月9日、2度目となる裁判のやり直しを申し立てた。新たな証言をした男性は、事件当日、被害者と見られる女児二人が乗った車を目撃したそうで、運転していた男は、髪型など熊道俊の当時の特徴と異なっていたと語った。つまり、真犯人は別にいた可能性が高いと遺族は訴えたのだ。
事件から時間が経っているのに、髪型が似ていたとかそんなことって通るの？証言したのは福岡県内の男性。再審請求書によると、男性は女児二人の遺体が遺棄されたとされる92年2月20日、午前11時頃、飯塚市と福岡都市圏を結ぶ八木山バイパスを福岡方面に走行中、追い越した軽ワゴン車の後部座席にいた小学生の女の子二人を目撃。一人はランドセルを背負って、恨めしそうな、今にも泣きそうな表情。もう一人は横になっていたという。運転手は元死刑囚とは特徴が異なる。丸刈りで色白、細い体の30、40代くらいの男性としている。そんなに詳しく話せるのなら、どうして事件当時に証言しなかったんだろう？熊道俊の妻による二度目の再審請求が通るかどうかはまだわからないが、国の司法の根幹を揺るがしかねないのであれば、今回も認められるのは難しいのかもしれない。ただ、もし熊道俊が本当に冤罪だったのであれば、それをきちんと国に認めさせることは、今後の同様の冤罪事件に対して大きな意味を持つことになるだろう。裁判での証言とかも考えると難しいと思うな。1992年2月20日に福岡県飯塚市で発生した、2名の女児が行方不明になった後に強姦、殺害された、飯塚事件についてまとめたぜ。熊道俊を犯人だと裏付ける数々の証拠や、類似事件への関与が疑われることを見る限り、熊道俊が犯人であるかのような印象を受ける。しかし、当時の DNA 鑑定のまずさは、同時期の足利事件でも証明されていることであり、資料が残っていればと悔やまれてならない部分もある。熊道俊が冤罪のまま死刑囚として亡くなったのなら、警察側の証拠捏造や証人の供述の誘導など、法治国家としてあるまじき行為だ。この、飯塚事件の二度目の再審請求の動向に注目していきたいと思う。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。